レターメンはアメリカ合衆国の男性ポップスボーカルトリオである。1960年代を中心にクローズハーモニーによるカバー曲を多数ヒットさせた。日本ではボビー・ビントンのカバー、ミスター・ロンリーやブライアン・ハイランドのカバー、涙の口づけ、ジョン・レノンのカバー、ラブがオリジナルをしのぐヒットを記録した。1958年に結成され、 メンバーチェンジを経た1959年にワーナーブラザースレコードからメジャーデビューをする。1961年キャピトルレコーズに移籍して発表したフレッド・アステアのカバーウェイユールク・トゥナイトが全米13位ドリス・デイのカバー恋に落ちた時が全米7位を記録する。1965年夏の日の恋が全米16位を記録。B 面は 涙の口づけシールドウィズ、エイキスであった。1967年、リトル・アンソニージー・インペリアルズとフランキー・バリのカバーアメドレー、君に夢中、君の瞳に恋してるが全米7位を記録する。2001年、オリジナルメンバーのトニー・ブターラが1998年に設立したボーカルグループの電動の電動入りグループに選定される。2012年、 ラジオ番組制作者のジョン・ルックが2006年に設立したヒットパレードの電動の電動入り歌手に選定される。ありがとうございます。